皆様、こんにちは。神奈川県怪談話へようこそ。今回は神奈川県の心霊スポット、小坪トンネルに潜む恐怖についてお話しします。背筋が凍るような怪奇現象が続出するこの場所、一体何が待ち受けているのか最後まで目が離せません。ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、恐怖の世界へご案内します。小坪トンネルの恐怖、実は怪談スタートです。夜の小坪トンネルは、その漆黒の闇が周囲を飲み込み、異様な静けさが漂っていた。遠くで波の音がかすかに聞こえるものの、その音さえもこの静寂の中では不気味に感じられる。トンネルの入り口に立つのんは、まるで別の世界への入り口を見つめるように目を凝らした。地面に漂う白い霧は、光を吸い込み、その先には何もないかのように錯覚させる。まるでトンネルの向こう側に、別の次元が広がっているかのようだった。ノンはその異常な空気を皮膚で感じ取っていた。この場所には、何かが潜んでいる。強烈な霊的エネルギーが放たれている。彼の鋭い直感が告げる。背後に立つ仲間のリーと空も同じ感覚を共有していた。リーは霊的な存在を感知する特別な力を持ち、静かに目を閉じて耳を澄ませる。ここには女性の霊がいる。リーが眉を潜め、口元を固く閉ざした。彼女の執着は尋常ではない。まるで生前に強く縛られていた何かが、今も彼女をここに引き止めているようだ。犠牲者はどれだけ出ているんだろう。ノンはトンネルの入り口に視線を固定し、重々しくつぶやいた。このまま放置すれば、さらに多くの命が奪われる。彼女を解放しなければならない。空は杖を軽く地面に突き立てて、冷静な表情を浮かべながら言った。結界を張っておこう。もし霊が暴走しても、対処できるように備えないとな。闇の中、トンネルの入り口に立つ三人。その背後で、霧の中に何かが動く影が一瞬映る。これから始まる戦いを前に、三人は無言で互いの決意を確認し合うように静かに立ち尽くしていた。トンネルに足を踏み入れた瞬間、湿っぽい冷気がノンたちの肌を刺す。霧が濃く漂い、数歩先すら視界に入らないほどだったが、その向こうには何かが潜んでいるという確信が、彼らの神経をさらに研ぎ澄ませる。ノンは剣をしっかりと握り、警戒を解くことはなかった。後ろを歩くリーは再び霊の気配を探ろうと、目を閉じ精神を集中させた。突然、背後から轟音が響いた。ノンが振り返ると、一台の車が高速で彼らに向かって突進してくる。だが、それは物理的なものではなく、半透明の車体が霧に揺らぎながら現れた。まるで霧そのものが形を成しているかのようだった。ノンは剣を構えたが、その車は急停止し、彼らの前でピタリと止まった。ドアがゆっくりと開かれ、その空っぽの座席が彼らに向けて何かを訴えているかのようだった。乗り込んできたのかこの車に、空が静かにつぶやく。彼の声は、周囲の異様な静寂に吸い込まれるように響いた。リーが車の中に漂う強烈な霊気を感じ取り、目を閉じたまま言った。彼女は、このトンネルで命を落とした。そして、自分の死を理解できずに車に乗り込んでしまったんだ。その言葉の重みが、ノンたちにのしかかる。ここで迷い続ける霊の怨念と執着。それが解き放たれなければ、さらなる犠牲が出るのは時間の問題だった。彼女を解放しなければ、終わらないだろう。リーは低くつぶやく。ノンは剣を握り直し、固い決意で彼女の魂を救うことを誓った。ここで彼女を解放しなければならない。俺たちが来たのは、そのためだ。冷たい風が再び吹き抜け、車内からはすすり泣くようなかすかな音が聞こえてきた。それは彼らに何かを訴えるような、
悲しげな声だった。しかし、その声もすぐに霧の中へと消えていく。ノンたちは、彼女の霊を救うため、さらにトンネルの奥深くへと足を踏み入れる。そこには、さらなる恐怖が待ち受けていることを感じながらも、決して後退することはなかった。トンネルの奥深く、彼女の霊は狂おしい執念をまとい、車に乗り込んでは消え、再び現れるという現象を繰り返していた。まるでその行動が、彼女にとって唯一の現実であり、どこへ行けばいいのかもわからないままさまよっているようだった。彼女は、この永遠に終わらない旅に囚われている。リーが深く苦しむように言った。その声には霊の痛みが重くのしかかっていた。ノンは剣を握りしめ、彼女が繰り返し車に乗り込む姿を見つめる。いつまでもこのまま続けさせるわけにはいかない。彼女を解放しなければならない。リーは彼女に向かって手を差し伸べ、優しく声をかけた。私たちはあなたを解放するためにここに来たんだ。その声はまるで傷ついた子供を安心させるかのような温かさがあった。彼女の霊は一瞬その動きを止め、リーの言葉に耳を傾けたかのように見えた。しかし、その瞬間、トンネル内の空気が一変した。冷たい風が渦巻き、車のライトが眩しく光り始めた。彼女の怨念が暴走し、光がさらに激しくノンたちを包み込む。彼らを飲み込むように光が増していく中、クーが鋭く叫んだ。怨霊の力が暴走している。結界を強化する。クーは素早く杖を振り、呪文を唱えると、彼の周りに青白い光が舞い上がり、強固な結界が彼らを包んだ。時間がない。このままだと彼女は完全に消滅してしまう。ノンは前方の光へと剣を掲げ、一歩前に進もうとするが、その光はさらに激しさを増し、彼の進行を阻むかのようだった。リーがもう一度、霊に優しく呼びかける。彼女が待っている。あなたが帰るべき場所へ。私たちが導く。その瞬間、霊の動きが止まった。リーの声が彼女に届いたのだろうか。一瞬、怨念に亀裂が入り、光がわずかに弱まった。未だノンは低くつぶやき、剣を高く掲げ、彼女の魂を救うための一撃を加えようとした。ノンが剣を振り下ろす瞬間、霊の姿が次第に明確になり始めた。強烈な光が次第に柔らぎ、彼女の霊は白い服をまとったまま、涙を浮かべてその場に立っていた。その目は悲しみと後悔に満ちていたが、今は穏やかな表情を浮かべている。彼女は、自分の死をようやく受け入れたんだ。リーが安堵の息をつき、肩の力を抜いた。女性の霊は、リーの言葉に応えるかのように、わずかに微笑んだ。ノンは慎重に彼女に歩み寄り、剣を静かに下ろすと、優しく言った。もう大丈夫だ。安らかに眠ってくれ。彼女の霊は薄れゆき、霧のように光の中へと消えていった。その瞬間、トンネル内の重苦しい空気が和らぎ、時が戻ったかのような静寂が訪れた。彼女の魂はようやく解放されたのだ。終わったな。クーが杖を下ろし、呆然とした様子でつぶやいた。だが、安堵の空気は一瞬でかき消された。トンネルの奥から再び霧が立ち上り、新たな気配が漂い始めた。冷たい風が再び吹き、暗闇が深まっていく。まだ何かがいる。ノンは鋭い視線を奥に向けた。彼らはまた、新たな恐怖に立ち向かわなければならないのだ。その終わりのない戦いの気配が、再び三人の緊張感を呼び戻した。トンネルのさらに奥に潜む闇が、彼らを待ち構えているのだった。ご視聴ありがとうございました。今回の神奈川県、小坪トンネルの恐怖はいかがでしたか？また次回も、皆さんの背筋を凍らせるような心霊スポットでお会いしましょう。
ぜひチャンネル登録をして、次の恐怖の世界もお見逃しなく。それではおやすみなさい。いい悪夢を。